こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではファッションからはですね少し離れまして、大人に喜ばれる5つのギフトというものをですねご紹介してみたいなというふうに思っています。結構ですね大人になると人にですねギフトで何かを贈る場面ってちょこちょこあるかなと思うんですね。そんな時にですねどういったものだったら喜ばれるかなとか、どういうものをプレゼントすればセンスがよく見えるかだとか、そういったことをですね僕自身も結構悩むわけですね。まあそんな時にですね今日ご紹介する5つのギフトというところを頭の片隅に置いとくとですね結構ですねギフトを考えるのがスムーズに進みやすいかなと思っています。まあ具体的にはですね仕事でお世話になっている方に何かを送ったりだとか、引っ越しのタイミングに何かお祝いを送ったりだとか、まあ、こういう場面って大人になると結構あったりするんですが、まあ、今回ご紹介するような5つのアイテムというのがですね結構僕の中では鉄板で、よくプレゼントだとかギフトに使っているものなので、ぜひよかったら皆さんも参考にしていただければなというふうに思っています。それではですね早速一つ目からご紹介したいなと思うんですが、これはですね僕自身も自宅で使っているので実際に持ってきてみました。はい、こちらになります。イソップというブランドのハンドソープになりますね。これはですね僕の中でギフト率が一番高いアイテムになってるんですね。まあハンドソープというと安いものだとですね本当に500円以下でも買えるかなと思うんですが、こちらはですねなかなか高級なハンドソープになっています。イソップ自体のお店も結構今はですね各地にあったりするんですが、まあ店舗の内装がまずはめちゃくちゃ素敵なんですね。空間としてイソップの世界観がギュッと凝縮されているような、とても素敵な店舗になってるんですね。そしてこの商品自体の見た目もですねすごくデザインがシンプルなんですが、シャープでかっこいいかなというふうに感じています。もちろん見た目だけではなくて機能的にも大変素晴らしくて、まずは香りですよね。これを使うたびにすごくですね心地のいい香りに包まれるので、めちゃくちゃ使いながらですね幸せな気分を実感できるハンドソープかなというふうに思っています。特にですねこれは女性に喜ばれることが多いんですね。ですので異性の方にちょっとしたプレゼントをしたいだとかギフトを贈りたいという場合に、このハンドソープとあとはハンドクリームみたいなものがあるので、それがセットになったものなんかを贈るとですね結構喜ばれやすいかなと思っています。まあ、女性だけではなくて相手が男性であっても、その方がご結婚されていれば結構ご自宅で奥様が使うことも多いので、結構ですね家族を持っている方にも喜ばれやすいギフトなのかなというふうに思っています。まあ、正直ですねこういったハンドソープって日常的に使うものなので、そこまで高い金額を自分のためには買うことってできないと思うんですね。僕もですねこれを自宅で使ってるわけなんですが、本音を言うと普段ガンガンに使うようなハンドソープとこちらのハンドソープは分けるようにしてるんですね。主に来客用だとか見せる用のハンドソープとして使ってるわけなんですが、僕の場合はアパレルショップでいろいろとお買い物をしてたまったポイントでこういったものを買うようにしてるんですね。なかなかですね自分自身ではこういった高いものは買いづらいので、だからこそギフトとしてもらうとすごく喜ばれるかなと思うので、イソップのハンドソープですとかあとはクリーム系はですねギフトにはめちゃくちゃおすすめなので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて2点目にご紹介したいのは電気ケトルですね。これは引っ越しのタイミングでお祝いに渡すことが多いんですけども、電気ケトルって日常的に使うものじゃないですか。ですのでちょっといいものを持っておくと使うたびに気分が上がるかなというふうに思っています。で、僕がですね電気ケトルでよく送ってるのがこちらですね、ラッセルホブスというブランドの電気ケトルになってるんですね。これは僕の事務所用に使っているものなんですけども、実は事務所だけではなくて自宅でも全く同じものを使っています。これはですね電気ケトルの中ではデザイン性が一番バランスが良くて個人的にも気に入ってるアイテムなんですね。機能的にはティファールとかのですね電気ケトルとあまり変わらなくて、ちょっといい電気ケトルだからといってお湯の沸く時間が短縮されるというわけではないんですが、日々使うものだからこそその空間にあって素敵なものというものがすごくですね喜ばれるかなというふうに思っています。まあ、このデザインが僕は気に入っていまして、シャープで無駄がなくてこの清潔感のあるシルバーの雰囲気がめちゃくちゃバランスがいいかなというふうに思っています。まあ、僕自身はこれを長く愛用してるんですが、最近はですねもう一つ対抗馬が出てきまして、それがですねバルミューダという電気ブラン
ランドがあるんですが、そこの電気ケトルもめちゃくちゃ素敵なんですね。で、結構このバルミューダというブランドがデザイン家電というジャンルの中ですごく人気が高いんですね。僕はですね、電気ケトルに関してはこちらのラッセルホブスを愛用しているわけなんですが、結構バルミューダもファンが多いので、プレゼントですとかちょっとしたギフトで送ってあげると結構喜んでもらえるのかなというふうに思っています。ぜひ皆さんもですね、ギフトの選択肢の一つとして頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、続いて3点目にご紹介したいのはマグカップですね。これはギフトの中でも選ばれる方が結構多いアイテムなのかなと思っています。ご夫婦お二人分のマグカップを送ったりすることは僕の中でもですね、今までに何度かあったんですね。ただマグカップって選択肢がめちゃくちゃいっぱいありますよね。その中でもちょっと気の利いたマグカップはどんなものがあるのかなというふうに考えた時に、僕の中で思い浮かぶのがハサミポーセリンというブランドのマグカップになるんですね。これはですね、今まで僕自身もいろんなマグカップを買ってきたんですが、デザイン性もとても素敵なんですが、使い勝手も良くて、コーヒーを飲んだ時のマグカップと唇の当たった時の感覚がめちゃくちゃ気持ちいいので、ぜひ皆さんにお勧めしたいマグカップかなというふうに思っています。これもですね、私物があるので実際に持ってきたんですが、こんな感じですね。ハサミ焼きというですね、伝統的な焼き物があるんですけども、そちらの技術を使いながらデザインをされているのはアメリカ在住の日本人の方なんですね。伝統的な技法とデザイン性の高さ、この2つがですね、ミックスされていて、とても素敵なマグカップになっているかなというふうに思っています。色もですね、ブルーというかグレーというか、すごく曖昧な色なんですが、すごく質感が良くて、コーヒーを飲んだ時にですね、ものすごく味がよく感じるので、これはぜひ皆さんにお勧めしたいギフトの一つかなというふうに思っています。まあ、こういったものってなかなかですね、お近くのショップでは売ってないかなと思うので、おすすめなのが楽天で購入するという方法ですね。楽天のいくつかのショップでこちらの食器は取り扱いがあるので、そちらのサイトで2つ買って、あとはギフトボックスに入れて配送する、そんな形で僕はプレゼントするようにしてるんですね。実際にお店に行かなくてもウェブだけでプレゼントが完了するので、こういったものもですね、皆さんにぜひおすすめしたいアイテムなのかなというふうに思っています。はい、続いて4点目にご紹介したいのがマリアージュフレールの紅茶セットなんですね。これもですね、今まで散々使ってきた僕の中では鉄板のギフトになってるんですけども、紅茶って僕の中では日常的にそんなにですね、買って飲むようなものではないんですが、ギフトなんかでもらって休日に飲むとですね、結構幸せな気分になるんですよね。皆さんもですね、同じような経験があるかなと思うんですが、マリアージュフレールというのはフランスのブランドなんですが、結構歴史のあるブランドなんですね。フレーバーティーと呼ばれるような少し香りのある紅茶がですね、代表的な商品なんですけども、これはですね、香りを変えただけでかなりインパクトがあるのかなというふうに思っています。もちろん味もいいんですが、見た目のパッケージもですね、すごくセンスがいいんですね。その缶を置いてあるだけで結構ですね、インテリアにも馴染みやすいので、マリアージュフレールの紅茶というのは結構いろんな方にですね、おすすめしやすいアイテムなのかなと思っています。マリアージュフレールの店舗に関しては結構百貨店なんかに入っているので、買い物もしやすいので、ぜひ皆さんにはですね、チェックをしていただきたいなというふうに思っています。はい、続いてラスト5点目は東屋の和菓子になります。これはですね、結構手土産に持っていくことが多いんですが、和菓子というとですね、結構昔ながらの伝統的なものが多かったりして、どこか古臭さみたいなものを感じることも少なくないんですが、結構ですね、東屋の和菓子というのがデザイン的にもかなり凝っていまして、パッケージもかっこいいですし、和菓子そのものの見た目もですね、ちょっと他のものとは雰囲気が違うんですね。ですので、こういったものを手土産に持って行って実際にプレゼントすると結構驚かれることが多いんですね。ですので、ちょっと人とは違う手土産を持っていきたいなという場合ですとか、ちょっとセンスのいいものを渡したいなという時には、結構ですね、東屋の和菓子というものが重宝するかなというふうに思っています。ぜひ皆さんにもですね、お店には足を運んでいただきたいんですが、銀座の店舗はめちゃくちゃセンスがいいですね。結構広さがあってイートインのコーナーもあるんですが、店舗の内装も素晴らしいですし、商品の見せ方というところでも非常に勉強になるので、僕自身もですね、定期的に東屋の店舗には訪れるようにしてるんですが、ちょっとした驚きのある手土産を持ってきたい場合には、ぜひ皆さんにお勧めしたい和菓子なのかなというふうに思っています。
はい、ということで今回の動画では大人に喜ばれるギフトをですね5つご紹介させていただきました。なかなかですねギフトを贈ろうと思った時にどんなものを贈ったら喜ばれるのかなというところでアイデアが浮かびにくい方も少なくないかなと思うので今日ご紹介した5つのアイテムをですねぜひ頭の片隅に置いておくとかなりスムーズにギフト選びというものが進みやすいかなというふうに思っています。まあ、このあたりに関しては僕もですね日々研究をしていましてもっと新しいものがないかなとかもっと人が喜んでくれたりだとか驚いてくれるものがないかなとリサーチを重ねているんですね。ですので今後もですね皆さんとシェアできるような情報が出てきましたらまた動画で解説をしてみたいなというふうに思っています。そして今回はぜひ皆さんにもですねお力を借りたいなというふうに思っています。皆さんが鉄板で使っているギフトなんかがありましたらコメント欄の方にどしどし書き込んでいただければ僕自身もそちらをですねぜひ参考にしてみたいなというふうに思っています。以上スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。